ということで、今から初めてヤフセンター行きますけどね。まあずっとモームスから始まってスターダストレビューされたゴスペラスさん、ディーの皆さんとか見てきたんですけど、今回人間見るのは初めてなんでですね、ちょっとしかもヤングセンター今月で終わっちゃうそうなんで、ちょっと記念に、そして温泉にも入りたいなと思ってます。それでは行ってまいります。ということで、初めてやっとこさヤングセンターにお邪魔いたしました。こう、舞踊とか芝居とかあって、でいろんなですね、本当ジャンルのですね、昔ながらの曲とか結構最近の曲とか、スターダストレビューさんの木蓮の涙とかですね、演奏されたと、結構本当飽きはこないあっという間の3時間でございました。で、本当ですね、こういろいろコンサートとかこうラジオドラマとか聞いてたんですけど、本当演者って素晴らしいですね。本当いろんなパフォーマンスして、昔もね、セリフも歌も間違えてダンスも覚えて、そして人を魅了する、表現する、こういうのは本当素晴らしいなと思いましたですね。もうちょっと非常に3月でね閉まるのは残念ですけども、まだけど3月いっぱいまではこちら公演がありますので、ぜひ皆さん楽しんで、そして温泉に入ってください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではありがとう、ヤングセンター。